どうもガードマンです。ケビーン。これめっちゃ体力使うのやな。需要と供給が合ってない。今日は何するかと言いますと、はい、お見で。これナスティードッグ。ナスティードッグ。これナスティードッグ。俺来て珍しいやん。そうですね。実はね、これね、すぐ完売したんですけど、だから MA君が数量限定で再販売するということで、概要欄とコメント欄、購入のリンク貼ってるんでね、ぜひ皆さん買ってください。めっちゃ少ないらしいんですけど、再販の声多かったんで、なんか MA君自腹切ってやるみたいに言ってて。はい。まあ MA君でいつも怒れへんやん。正直。まあ確かに。結構何やっても怒れへんやんか。はい。だから今日ちょっとさ、見て。これちょっと切ってみた。うん、ちょっと切ってみた。え、大丈夫ですか？大丈夫じゃないんじゃん。自分のブランドをやっぱ切られてたらどういう反応とんのかなって。これもソードアウトなってたらしいんですけど、はい、あのまだなんか数量限定の再販みたいな感じで、これほんまのオンティーで、まあ、ここデザイン買うんですけど切っちゃいました。ゴキブリの G だけなんじゃった。ちょっと今日ガチ怒らせに行ってます。どうした？嫌なんですか？いやもうフリーザーよ。怖いやけど。野球やりましょうよ。野球今一人でキャッチボールやってたんですよ。アイドルなんかせめて壁当てとかにする。おお、できる。すごい、うますぎる、はい、でちょっと涼しい時期やんか、うん、今やって野球すんのね、みんな夏に汗臭いみたいなんでさ、エマイク元が臭いからやれけど、うん、あの臭い人とか悲しいやん。誰の臭いのお前。臭い人悲しいやんって言ってるやん最終。野球野球今やる理由臭い人悲しいからね。そうそうそう、だから、まあ、俺ら臭い野球の大会とかもうすぐ控えてるやん。そうですね、うんうんうん、それをやる言ってる。チャンネルが野球今めっちゃ減ってるんで、うん、じゃあ一回練習するわ。練習、あ、一週後だって。どうせどうせ、うん、おい死んのお前。あと顔やぞお前、今の場所やったら。ちょっと待て待て待て、今お前ここやぞ。顔面当てってなんすか。いや、思いっきり作ったよ。俺は作ってないです。今顔面当てしようとして。え、してないです。その顔面のとこやったで今。いや、さすがにその、あの別に俺はそういうことじゃないから。どういうことや、どこ見てる。おお、どこ見てるで。な、何今、おー、これ何なん。何してる。野球したいんで。アホになった。野球したやろ。え、せっかくやりましょう。野球でサブは全然ええんやって、はい、バンバン投げていっていいっすか。そうっすね、うん、でだから、じゃあ、じゃあ、じゃあ、長間こっち。あ、了解です。しかもガードあるやろ、ピッチャー目指してるやん。ピッチャー目指してます。お前ついてくんなよ、野球しないんか。お前野球しないんけどさ、戻るや、早く。いきまーす。ストライク。いいね、走ってる。ありがとうございます。おお、いいっすね。だいぶ熱い。極度な成長してる、はい、バリ成長してるやん。あんまはめてない時投げんなよ。グローブはめてない時あいつガンガン投げるタイプやん。いまあ俺ダルビッシュ賞射程なんで。いやでも早いっすね、だいぶ。なんなん、なに、え、なんなん、はい、座る。なんなん、こいつ。なんなん、なに、何してんの。なにやねん、なに、え、何してんの。え、それロンティーじゃん。え、え、もう何して、はデザインしてんの。いや、もう何して、何して、なんかまた再販するって聞いたんだよ。それはロンティーじゃん。え、いや、もう何き、え、お、マジで言ってる、何してんの。え、なんか、ま、再販するって聞いた。もうお前そういうのやめろって。俺のブランドにそういうのは良くないって、お前マジで。え、え、お前そういうのほんまにやるやん、たまに。な、俺のなんかその服いじったりすんの。え、なんか再販する言ってたから。着るのとかちゃって、再販するけどさ、また買おうかなと思って。の二つあった方がいいやんな。はい。なんだか、だから半袖半袖発売シーンやって。なあ。え、なんで自分でアレンジ入れる。ごとな、お前。自分でおしゃれにする。え、何やってん、マジで。え、これが可愛いからこれでやってんのよ。な、もう、もう、これつい、G や。これついダメージジーンズにしようかな。何を言ってるの。ダメージジーンズ、はい。ジーパンにしようとしてる。え、略したら。略してないやろ。
どこを略してんの。どうしたなんか怒ってるんやけど。もうこいつこういうとこ悪くない。え、なんすか。え、もうせっかく俺必死に頑張ってさ、ナスイドッグとかやってんのに、もうこういう冒涜するんや。半袖を長袖にするとか。冒涜っすね。なあ、冒涜はしてないっすね。で、だから投げる球もそれ冒涜やったけど。え、ガチで待って、お前さ、はい、見て、こう手に毛虫ついてる。うわぁ、お前、うわぁ、お前あんま喋んねガンガン来んなよ。でも毛虫ついてる。毛虫ごときで。なんで体痒くなってんねん、毛虫ついてて。なんか、えぐい、全身かくなよ。ほんまに、急に。ね、急に。喋り出すね。お前、何どんな肩のようにあるし。で、びっくりしたわ。いや、練習したほうが練習関係ないやろ。もうそれどころじゃあ何してんねん、お前。何、だからお前もうそういうのやめろよ。ダサいで、それやんの。え、これロンティーで可愛いから売ってんのに、お前、アホなんけ。なあ。いや、別に、その、あれっすよ。この部分、今。だからそうよ、可愛いから。はい、はい、そうそう。お姉ちゃん来てるっすんで。ここだけも姉貴に貸して。姉、お姉ちゃんに貸してます。え、現場のなんか隅入ってる人隠すためにそのここでやってる、ここだけやってるみたいな感じ。いや、別にそういうわけじゃない。おるやんな、たまに。いや、お姉ちゃん今そこだけ来て育ててるっすね。で、ここだけも、え、こんでそれ以外も来てない。はい、捕まってんね、多分今捕まえてるっすね。最近連絡取られへんやろ。いや、別に今日出てたんで。あ、今日から聞いてたんやろ、はい、多分もう捕まってるわ今。捕まえてるっすね。捕まえてるってどういうことな。捕まえてるってどういうことな。それは言えない。じゃあ言われへんとかじゃないね。はい、お姉ちゃんが心配やわ。はい、お姉ちゃん同級生でしょ。じゃあ知ってるよ、知ってるよ、高校も一緒や、はい、だから心配やっつってんね。そんなタイプじゃないし、ここだけ切るタイプじゃないし。え、そこだけ切るタイプっすよ。いや、全然ちゃうやん。え、課長、あんまバカにしたら動物園のゴリラとタイムハウス。その、だからなんつったらいい。何を言うてんの、ボソボソ。どういうことなの。どういう意味ね、動物園のゴリラでタイマー張るって。どういうこと、何を言ってんの。お前何してんねんって、人のブランドの。せっかくこれ長袖可愛いからな。痛い。肩叩くスピードちゃうぞ、力じゃないぞ。じゃあこっちやな、残ってんの。そっちについてないんだな。なあ、お前カーって言ってました。だからカーを殺してくれるのは助かる、あれがあったんやけど、はい、その威力が、ほんで食うなよ、怖いな。で、ちゃんとおらんのを確認してから食うなよ、弱いな。いろいろ。え、それキャッチでどうしたんですか。だからこれをロンティー。え、それもらっていいですか。だからもらっていいですか。じゃあお前そんな無駄にすなよ。なんでお前そういうことする。え、俺はしてないですよ、お姉ちゃんがやったっすよ。何の兄貴がやったって。お前の兄貴飛んでんか、アホなんかな。お姉ちゃんがこれやった。そんなタイプちゃうやんけ、お前の兄貴な。スカート長かったで、この辺までスカートだったで。ああ、別にいいっすけど、結構おやんちゃやったっすね。な、別にいいっすけど。毎日な、し、あの、いつみんなが乗ってる3本早い電車で行ってたよ。いいよ、別にめっちゃやんじゃうけど、もうそんなのだるいんで言わないですけど。みんな毎日連れてくる男変わってたし、家にそれがやんじゃうけど。はい、毎日みんな、あの、教科書とかノート置いていくねん、はい、学校に。お姉ちゃん毎回リュックに全部入れて持って帰ってた。何の意味があるの、あれ。その、だから、その、野球の練習の音だから。なんなん今のお前、ガチトーンの。ガチ野球の動画やから。野球の動画ちゃうやん。別に最初俺も一緒、普通に野球すんやろなって。これ、あ、普通に野球なんやなと思って。お前が服脱いでからやねん、気づいたの。おかしいなって。最初ずなついてこ開けてくれていいんやと思ってたら、あれ俺今日着てるやつやんけと思って。何が言えたんこいつは。わかるやん。お前そういうの余計なことすんねん。これだって実際買われへん人いっぱいおる中で、お前それ一着無駄にすんなっつってんねん。どんだけ欲しい人おると思ってんねん、これなあ。分かってんかって。それをお前が侮辱しんやぞって。なあ、アホなんかお前、ベロ出してな。何だったんか、小学生が。いや、眩しい。んじじ、こ、何も眩しないんよ、お前なあ。で、鍵作ったるわ。あ、すらんな、お前。ねずこなんか太陽に弱いんかお前。俺アレンジしたいタイプやん。じゃあもうそのアレンジいらんや、別に。え、俺半袖とか長袖にするタイプやん。なんて。俺長袖半袖とかさ、半袖長袖にするタイプやん。逆パターン分からへんねんな。絶対半袖長袖にすんねん。なんか切ったここだけ集めてんか、伸ばすん。アホなんけお前。そういうタイプやん。どういうタイプやねんお前。越野純子か。行き過ぎたおしゃれか。なあ。
え、誰ですかそれ。え、有名やん、星野純子。いや、知らんっすよ。全員知ってるわ。お前、岸田だやったら知ってやんな。でも知ってる。さすがにちょっと分かるっつ。ああ、え、知らん、お前。分かんない。やばないこいつ。まあでも知らんけども大丈夫。おお、知ってんけお前な。その本出てんねん、大丈夫って。なあ、めちゃめちゃ知ってんけお前。サインの本もらいましたもん。合ってるやん。じゃあ純子さんは靴を服にするって言ってた。靴を服に純子ってあと呼ぶな。あと、ほんまに純子知ってたらカーネーションとか言えよ。大丈夫ってお前、深すぎるやろ、越野さんと。靴を服にするって、ね、世界一の名言やなと。いつもそうやってちょくそうやってラッシードッグバカにしたり侮辱したりするやんけ。ほんで最後終わったらもうくださいって言うやんけ。ね、この前切ってもうたんでみたいな。なんなんお前それ。可愛いないねん、気持ち悪いな。ええ年越えたおっさんが。あかんたよ。キャッチボールで気持ちさえやません。もう何やねん、その青春の1ページみたいな。ルーキーズか。それでもよくない。そうっすね。でもどうせ再販するんでしょ。再販するけど、だからどうせとかその感じでくのやめて。一着一着大事にしてるから。はい、欲しいっていっぱいおるから。はい、なんかちょっと俺もごめんなさい、気持ち伝えるわ。まあそうっすね、確かにこれ欲しい人おったのに、そういうのやってしまったこと俺悪いと思ってるから、ごめん。二度とすんなよ。無理。おい。はい。無理ちゃうやろが。普通に落としたやつ、本当に悪すぎやで。地獄落ちるのはマジで。アリーカの人間が税金払ったこともないのに、お前ワイルドタワーで悪いよ。でお前人生潰れるよ。カバみたいな顔面しやがってよ。キャラメみたいな協力だ力ないけどな。地獄に落ちてしまえ、マジで。すいません。